ここでは1つの文字について整理する因数分解の要点について一緒に確認していきます。今回一番大切なことは次数の低い文字について整理するとうまくいくよということです。どういうことか次数の低い文字について整理するとはの中で詳しく見ていきましょう。今回やるのは定番パターンがスッと見えない時の因数分解です。でそういういは 次数の一番低い文字についてまとめると因数分解しやすくなりますどういうことかこの具体例を使って見ていきましょう例えば a 二乗プラス AB プラス A プラス B これを因数分解するときどうすればいいかっていうと次数の一番低い文字についてまとめますじゃあ今回の式では次数がどうなっているかっていうと A の次数はここが2ですねで B の次数はここで1ここで1です ですから、B の方が実数が低いということがわかります。ですから、B について整理してみようっていう風な方針になるんですね。B について整理するっていうのは、B を含むチームと含まないチームに分けるっていうことです。ですからこれを B をまず含むものから書くと、A B と B ということになりますね。そして、B を含まないチームは A 二乗とプラス A となります。 これ含むチームと含まないチームが分かりやすくなるように括弧をつけてますで B を含むチームを見てみると共通因数で B がありますよねですからこれは B 括弧 A+1 というふうに因数分解できます次 B を含まないチームは A2 乗足す A ということで共通因数で A がありますですからこれは A 括弧 A+1 というふうに因数分解できますすると A+1 っていう同じ組み合わせが出現するんですね ですからここで a+1 をラージ a などと置き換えてみますすると b+a+a ラージ, a たす a ラージ a っていうふうな式になってあじゃあこれは次はラージ a が共通因数としてあるじゃないかということでラージ b+a というふうにまた因数分解できるんですねでこのラージ a は僕たちが勝手に置いた文字なんで元の a+1 に戻してあげるとそしたら a た1かける a b ということになりますね ここビータ数 A やったんですがアルファベット順にね並び順を変えましたとこれで因数分解が完了っていう流れなんですねつまり定番パターンが見えなくてね一見どうしたらいいかわからなかったこの因数分解も時数の低い文字について整理するとうまくいったっていうことなんですね OK でしょうかで問題によっては時数が同じ時があるんですねそういう場合どうするかっていうとどちらでまとめても OK です例えばこの具体例ですね AB 2A B 2、この式っていうのは A の次数は最高でも1ですし B の次数も最高でも1ですですからこれはどちらで整理してもいいんですね例えばじゃあ A について整理したとしましょうそうするとどうなるかっていうと A を含むチームと含まないチームに分けるんですね A を含むチーム AB+2A ということです A を含まないチームは B+2 ですね じゃあこの a を含むチームは共通因数 a でこれくくれるんで a かっこ b+2 というふうに因数分解できますそして後ろの方も b+2 ですねでそしたら次はこの b+2 っていう同じ組み合わせが出てくるんですねですからこの b+2 を largea などで置き換えればこの式はどうなるかっていうと a か l a r g e a l a r g e a という式になります じゃあこれはラージエ a が共通であるんでラ a ジエ a かっこス1というふうに因数分解できますよねくくり出すことができますでこのラージエ a は僕らが勝手に置いた文字なんでね元の B+2 に戻してあげるとそうしたら b た2タ a 1ということになりますよねでこれをアルファベット順に並べようということで逆に a 1タ b 2って書くことは何の問題もなくてこれで因数分解が完成するという流れです でねこれも慣れてきたら頭の中でねもう置き換えてもう一気に答えに行く人がいますそしてそれは全然 OK ですもう慣れてしまえばね一気に答えにいっちゃいましょうでは次はねこれ時数が同じ時はどちらでまとめても OK っていうことなんでね今は A について整理バージョンを見たんですが B について整理したらどうなるかっていうのも確認しておきましょうこれを B について整理すると B を含むチームと含まないチームに分けるんですね そうすると B を含むチームは A+B B ということになります。含ままなないい方のチームは 2A 2すととうことになりますじゃあこの B を含むチームの方は B 括弧でね共通因数くくれますよね。B 括弧 A+1 というふうに因数分解できます。含まない方のチームは 2A+2 ということなんで2括弧 A+1 というふうにくくり出すことができます。 じゃあ次はですね、エータスイッチという同じ組み合わせが出てきました。ですからこのエータスイッチをラージエなどで置き換えるとこの式はどうなるかというと、ビーかけるラージエ足す二かけるラージエというこの式になりますね。じゃあこの式はラージエ共通因数でくくることができるんで、ラージエ括弧ビー足す二というふうにくくり出すことができます。 でラージ A っていうのは僕らが勝手に置いた文字なんで元の A+1 に戻してあげると a 1る b 2となってねこれで因数分解が完了するっていう流れなんですねもちろん慣れてる人はもうここからね一気にこっちに行っちゃって構いません以上2つ見たようにね次数が同じ時は本当どちらでまとめてもいいんだよっていうことでした OK でしょうか はい。ということで、ここでは一つの文字について整理する因数分解の予定について一緒に見ていきました。どうでしょうか理解できましたでしょうかねこの後は例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。